ムーンライトとは JR 旅客鉄道会社が運行していた夜行の快速列車の愛称の総称である。ムーンライトは直訳すれば月の光となり夜のイメージにつながることから夜行列車の列車愛称として適しているため様々な夜行快速にその名が与えられている。同様の列車愛称を冠した列車としては 1953年から1965年と1967年から1975年に運転されていた夜行急行列車月光がある。ムーンライトを初めて列車愛称に使用したのは日本国有鉄道時代の1986年に新宿駅新潟駅間で夜行高速バス東京新潟線へ対抗するための 思行として運行された団体快速列車である。この列車は高成績を収め、翌年からはムーンライトの愛称のまま定期列車に昇格した。これは後にムーンライト H5 となる。また1988年には西日本旅客鉄道が大阪駅広島駅間で臨時夜高快速列車、ふるさとライナー山陽を運行開始した。その後、ムーンライトーチ。 ムーンライト松山、ふるさとライナー九州、ふるさとライナー山院など同社が運行する臨時夜行快速列車の愛称にムーンライトを冠することが広まった。そして1996年、東海旅客鉄道が東海道本線の東京駅大垣駅間で大垣夜行と呼ばれ、親しまれて運行されてきていた夜行普通列車を車両の老朽化のために 特急用車両へ変更し、全車両座席指定席にすることになった。しかし、指定席を設けるとなると、座席予約システム、マルスにおいて、列車を識別させるために、列車愛称が必要になった。そこで、東日本旅客鉄道と西日本旅客鉄道に、続いて、ムーンライトの名を与えることとし、同列車は、ムーンライトながらとなった。これに伴い、 単に、ムーンライトを称していた JR 東日本運行の列車は五条、五発見防止や故障の使用法を統一する観点から、ムーンライト越後に解消した。その後も、中央東線や高級港、アルプスが不定期化、快速格下げにあたり、ムーンライト新州となったほか、ムーンライト仙台、ムーンライト東京などの新列車も設定された。しかし、 2009年3月14日のダイヤ改正に伴って定期列車のムーンライトながらムーンライト H5 が多客機のみ運行の臨時列車に格下げとなった。これによって夜行快速ムーンライトはすべて臨時列車となった。近年では一人で隣り合う二人分の指定席券を購入して選挙する行為の横行などで指定券完売で満席のはずが実際は 多くの空席を抱えたまま運行している場合が存在することが指摘されている。臨時化後も細々と運行を続けてきたが、近年では運行期間の減少、ひいては運行休止が相次いだ。ムーンライト九州は2009年年始に運行終了、ムーンライト越後は2014年春季、ムーンライト新州は2018年年末をもって、それぞれ以降の運行がされなくなった。 そして、最後まで残ったムーンライトながらも2020年春季の運行を最後にそれ以降は運行休止となり、2021年1月22日に廃止が発表された。これにより、ムーンライトを関する列車は事実上全廃となった。ありがとうございます。